第二次世界大戦における地中海戦域は1940年6月10日のイタリア王国の連合国への宣戦線布告から1945年5月2日のドイツイタリア方面軍の降伏まで続いた地中海全域の海域当初沿岸で繰り広げた一連の陸戦、海戦、空戦のこと欧州随一の海軍国であるイギリスは 地中海においても西のジブラルタル、東のアレクサンドリア、中央のマルタ島に海軍基地を置き、他を圧倒する存在であった。1939年の第二次世界大戦の勃発後も数軸国のイタリアが参戦しなかったため、地中海で戦闘行為は行われなかった。しかし、ナチスドイツのフランス侵攻で連合軍が 西部戦線で大敗を喫して状況は激変した。フランスの敗北が間違いのないところとなった。1940年6月10日、イタリアがイギリスフランスに戦線布告6月21日に、フランスがドイツと休戦協定を結び、ドイツ被護下のビシー政権が南仏を呼び、植民地を支配することになり、フランス艦隊は接収はされなかったが、 使用はできなくなり、北アフリカのフランス植民地チュニジアアルジェリアモロッコが事実上数字区国の手に落ちた。イタリアは1940年6月10日に参戦したが、フランスは21日に休戦したため両国間の戦闘は極めて少なかった。イタリアのムッソリーニはイタリア領リビアからエジプトへ、アルバニアからギリシャへの侵攻を図った。イギリスは アレキサンドリアの地中海艦隊とジブラルタルの H 部隊が対応し、イタリア空軍の攻撃を避けようと、マルタからの戦団引き上げを図った。ここで、引き上げ戦団の護衛に赴むいたカニンガム艦隊が、リビアへ向かうイタリア艦隊を発見、7月9日、カラブリア沖海戦が起こり、イタリア艦隊は逃走した。以後も、イタリアの劣勢が続き、11月11日には、 イギリス空母部隊によるタラントク輸出が行われた。イギリス輸送船団の往来を許したため、9月からのエジプト侵攻10月からのギリシャ侵攻も大敗北を喫した。一度はマルタからの引き上げを試みたイギリスだったが、イタリアの脅威が弱まったため、マルタへ増援を送ることとなった。しかし、 地中海が完全にイギリスに支配されることを恐れたドイツが介入し、12月にシチリアへ空軍を派遣し、マルタのイギリス軍を牽制、1941年2月北アフリカへ、エルビン・ロンメルが指揮するドイツアフリカ軍団を派遣した。1941年1月、ジブラルタル・アレクサンドリア双方からマルタへ、増援船団を送り込む、エクセス作戦が発動されたが、 十分な戦闘機の直演がない中、ドイツ空軍の急降下爆撃機の猛攻を受け、アレクサンドリアからの部隊は撤退を余儀なくされた。ドイツのギリシャ侵攻を察知したイギリスは、北アフリカからギリシャに支援部隊を送ることにし、1941年3月、ドイツの要請で出動したイタリア艦隊と、またパンミサキ沖海戦が行われ、イギリス軍が一方的に勝利し、 支援部隊はアテネの外交ピレウスからギリシャに入った。1941年6月、ドイツは突如ソ連に進行、空軍を地中海から東部戦線に引き抜いた。ドイツ空軍の脅威が薄らいだため、マルタの少数の艦艇、潜水艦がイタリアからリビアのトリポリベンガジへ向かう事態が相次ぎ、イギリス軍が 北アフリカでの反抗を本格化し11月のクルセーダー作戦で一旦包囲されていたトブルクを解放しロンメルをリビア奥地へ押し戻した冬季に入るとロシアの悪天候では使用できないドイツ空軍が一時的にシチリアに戻り1942年5月ガザラの戦いでトブルクが陥落イギリス軍はアレクサンドリアの目前のエルアラメインに決戦陣地を 死いた。追い詰められたイギリス軍はマルタへの海上補給を、強化6月に、ハープーン作戦8月に、ペデスタル作戦を行い、多大な犠牲を出しながらも中部地中海での正解、制空権を回復し、アレクサンドリアで、兵器、物資の陸上げを始めた。逆に数軸国による北アフリカの補給は滞り、すでにアメリカが参戦していたため、 イギリス軍にはアメリカから対応された兵器、物資も加わり、物量で数軸軍を圧倒し始めた。7月1日ロンメルはイギリス軍陣地へ攻撃をかけたが攻めきれずに中止、逆に10月23日イギリス軍が攻撃を開始、アフリカ軍団は壊滅的損害を受け、リビアも捨て、チュニジアへと退却した。11月8日、イギリスアメリカ軍は、 モロッコ・アルジェリアへの上陸作戦、統治作戦を開始。これに対しヒトラーは、北アフリカの死守とチュニジアへの派兵を命じた。最初の部隊は11月11日に到着し、引き続き兵員や装備が増強された。エルアラメインから退却した数軸軍も到着して、チュニジアの戦いが行われたが、補給力に劣る数軸軍は、次第に劣勢になり、 1943年5月に降伏した。チュニジアを占領し、連合軍は対岸シチリアへの共闘法を得た。1943年7月10日、シチリア上陸、ハスキー作戦を開始。敗北が避けがたいことを悟ったイタリアでは7月25日に、ムッソリーニが失脚、ピエトロ・バドリオ政権が発足した。 9月8日、イタリア本土サレルノへの上陸が始まると、急戦を表明した。これに対しドイツ軍は9月9日、ローマを占領、バドリオ政権は南部へ脱出する。イタリア戦線が開幕した。9月12日、ドイツ軍特殊部隊がムッソリーニを救出し、15日、北部にドイツのイライタリア社会共和国を樹立した。それでも、 連合軍の優勢は続き、1943年9月末にナポリを占領した。10月13日、バドリオ政権はドイツへ宣戦線布告。1944年1月、連合軍はローマ南方のアンツヨへ上陸を開始した。5月にはドイツ軍の防衛線を開始6月4日にはローマを占領する。その後、 連合軍の西部戦線優先の方針もあり、ドイツ軍の新しい防衛戦で、戦線は1945年春まで停滞するが、同年4月5日、ボローニャのアペニン山脈で、連合軍は、進撃を再開する。同25日、イタリアのパルチザンが放棄。ムッソリーニは、愛人と共に、ミラノを脱出するが、同28日、 スイス国境で逮捕され、翌日処刑された。5月2日、イタリア方面のドイツ軍は降伏。ここに、地中海における戦いは幕を閉じた。砂漠のキツネ P400 から464。ありがとうございます。